未来の鑑定士発掘バトル。はい、こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます。得点の結果はランキングにも反映されますので皆さん頑張ってください。そして、はい、そして90点以上獲得したガールズには電話占いマヒナの40分無料鑑定を差し上げます。嬉しい、はい、いいよ。今月のカードは植物や風景、食べ物などの豊かな色彩が鮮やかなカラーカード、色に隠された秘密の言葉。今回はですね、アイナさんと、はい、原さん、はい、原口さんとの相性。あー、はい、何あら、やっぱりね、うん、お願いします。はい、ゴールドですよ、ね、うん、鑑定開始。原口さんにとってアイナちゃんの仕事をするともうこの中に引き込まれてしまう。どうしても仕事がうまくいかなくなっちゃうんで、あんまり一緒にしない。仕事はあんまり一緒にしない方がいいというふうにカードには出てます。そこまで。あくまで。いやいやいや、これは先生、すごいカードが出てくるんですよ。すごいですよ。相性っていうので見ていくと、やっぱりそのお互いの豊かさ、長所とかをそういうのを引き上げるし、あの豊かさってお金だけじゃないんですね。例えば才能もそうだし、人脈とか、あと充実とか熱意、そういったもの全部がもう豊かさというふうになりますから、すごくやっぱ相性いいのかなって。確かにね、アイナがね隣にいてもね邪魔になんないもんね。ああ、私が邪魔になるみたいな言い方じゃないですか。気づきました。原さんの鑑定点数いかがですか。そうだ先生、5点。紫、はい、鑑定開始。あの実はでも、原口さんも原さんのことをちょっと結構言ってるんですけど、うん、割といじりやすいタイプじゃないですか。結構いい関係。お、いい関係。ちょっと急にギャグみたいな。そこまで。こちらはやっぱり相性がいいっていうふうに思いますね。そうなんだ。お互いこう信頼感っていうのはあると思うんですよ、はい、で逆にこれ今もっとこの先信頼関係を深めた方がよりいろんな広がりは出てくるよっていうことを教えてくれてるんですよね。さらに、はい、さ、目が真剣。点数いかがでしょう。75点で。勝者は